東京都杉並区にお住まいのペンネーム壊れ物が欲しいさんからいただきました。のりこちゃんこんばんは。こんばんは。先日約1ヶ月ぶりにこの番組を聞いて私はびっくりしました。以前聞いていた時と声の速さが違う。だって去年まではどちらかというとおっとりとした喋り方だったのに、のりこちゃんの口調が早口になっているんだもん。これはのりこちゃんがラジオに慣れてきたせいでしょうか。それとこの番組を始めて変わってきたことなどあったら教えてくださいね。これからはちゃんと毎週聞きますので頑張ってくださいねっていうことですけれども、そうなんですよ、最近いろんな方によく言われるんですけれどもね、早口になったっていう方もいれば、なんかますますスケベ度が増してきたとかなんか本当にうるさいなとか言われるんですけれどもね。いやそんなに自分では変わったという気はしないんですけれどもね。おかしいな、なんか違うのかな。でもやっぱりこの番組を始めてから変わってきたことっていうのは、やっぱうるさくなってきました。うるさくなってきたっていうのと、やっぱスケベになってきたっていうのはね、やっぱりありますけれどもね。これからはどういうふうになりますかね。はい、壊れ物が欲しいさん、ぜひこれからはちゃんと毎週聞いていただきたいと思います。よろしくお願いします。小川のり子だって15歳。こんばんは、小川のり子です。いよいよ2月に入ってですね、入試も近づいてきたわけなんですけれども、まあ入試と同様に私は最近、中学校生活が残り少なくなってきたんで、寂しいななんていう気もしてきたんですけれどもね、いろいろ卒業アルバムの撮影とか始まってきましてね、いよいよだなっていう感じなんですけれども、まあ毎日大切に過ごしていい思い出が作れたらなと思っています。ということで今日はですね、先週お知らせした通り私の新曲もご紹介したいと思います。それから新しいコーナーもスタートします。なんかどうもなんか体を使ってやる企画らしいんですけれどもね、また前屈をやった時みたいに恥ずかしい思いをするんでしょうか、なんだか不安ですけれどもね。まあそんなこんなと今夜もちゃんと最後まで聞いていてください。のりこのこれは似合わない。私小川のり子には絶対似合わないというセリフを送っていただく、のり子のこれは似合わない。今週もどこまで似合わない役になりきれるか一生懸命チャレンジしてみたいと思います。先週触ってもいいよっていう小泉今日子さんの CM とか、小川のり子の触ってもいいよもなかなかいいと思いますっていう方とかもいらっしゃったりなんかして、なんだか嬉しいななんて思ってるんですけどもね。はい、まあそんな感じでですね、今週もおはがきを紹介していきたいと思います。まずは新宿区西落合のペンネームひとひらの涙三田さんからいただきました。このコーナーも始まってのりちゃんもいろいろな役をやってきましたが、のりちゃんに当てはまってしまうものも結構ありましたよね。そこで僕がこれは絶対のりちゃんには似合わないという役を思いつきました。それは今大霊界という映画をやっている丹波さんのセリフです。じゃあ行きたいと思います。この世とあの世は地続きだ。死ぬのは怖くない。ちょっと今のはイマイチだったんで、迎え入れたいと思いますけど、もうちょっと低い音ですよね。じゃあ再度挑戦してみたいと思います。この世とあの世は地続きだ。死ぬのは怖くない。いやー難しいですよね。私はでも実際に丹波さんがこのセリフをおっしゃってるところを聞いたことがないっていうのもあるかもしれないんですけどもね。いやこれは確かに似合わないなっていう感じですけれどもね。ひとひらの涙さん、これはお見事ですね。私には似合わないなという気がします。では続いてのおはがきです。茨城県のペンネーム神奈川国を改め真冬少年というなんか長いタイトルのペンネームさんからいただきました。こんばんは、のりちゃんこんばんは。ちょっと難しいかもしれませんが、とにかく頑張ってください。状況設定、高級住宅街成城の一角にある谷本家の大庭園で茶話会が催された。その席で教育ママ茂美の発言の一部です。あーら奥様嫌ですわ。お宅のお坊ちゃまの頭の良さと言いましたら、この界隈の評判ですわ。え？偏差値70ですか。優秀でいらっしゃいますわね。
ねえ、うちの息子なんてたったの74でございますの。お宅のお坊ちゃまは確かに書道、そろばんが初段でしたわよね。さぞお忙しいことでしょうね。うちの子なんて書道、そろばんが4段、剣道3段、他にピアノ、バイオリン、英会話、スイミングしかやってないんですよ。やはり英才教育は必要ですよね。お宅のお坊ちゃまが羨ましい限りですわ。おね、でかっこですね、この嫌味な性格のりちゃんには絶対似合わないって書いてくださってるのが救いですけれども、いつかこういう奥様の役も挑戦してみたいなとか思いますけれどもね。いやでも本当にいますよね、こういう奥様方というかお母さん方って。なんかそういう娘とか息子の自慢話で盛り上がって、なんか井戸端会議というか、よく近所のおばさんとかでもいらっしゃいますけれどもね。そうですか、なんだかこれ似合っちゃいますよね私。でも私がもしこういう風に奥さんになったら多分言わないと思いますよ。そうですよ、そんなこんな関係ないですよ、偏差値がどんどんトータル、やっぱりね、人間は気持ちですからとか、なんだかよくわかんないこと言ってますけれどもね。いやでもこれはちょっとハマり役すぎたかなって思いますけれどもね。どうだろうな。では次のおはがきです。青森県の狐森正光さんからいただきました。男性の口うるさい人気タレントのマネージャー役です。ちょっとちょっと、ナオン関係のスキャンダルはメンゴピラマツよ。ねえ、ロケの後シースーでも食べながら関係でクリーユツディスカッションしようよ。あ、いけない、ケツカッチンだった。ルイはルイはまた今度関係にしとこう。私なんか全然意味が分かって言ってないんですけれどね。まずナオン関係っていうのは女性関係のことだそうで、それからメンゴピラマツヨっていうのは、まっぴらごめんっていうことなんだそうですよ。それでシースー、これぐらいちょっと分かりますけどね。シースーっていうのはお寿司のことなんですけど、でクリユツディスカッションしようよ。クリユツっていうのはゆっくりで、ディスカッションっていうのは話し合い、ケツカッチンっていうのは仕事の後にもうすぐ別の仕事が控えてるっていうことですね。で最後のルイはルイはっていうのは、悪い悪いって意味だそうなんですけどね。いや私ケツカッチンっていう言葉をつい何日か前に知ったんですよ、なんかの本を読んで。で私全くこういうこと知らないんですよね、こういう言葉って。いやなんかさっきいろいろ聞いたら、このなんていうんですか、クリユツとかゆっくりっていうのは全部反対から読んでるみたいな、ひっくり返して読んでるみたいな言葉みたいなんですけどね。まあ私一応お芝居を約なんだかんだ9年ぐらいやってますけど、私今初めて聞きましたよ、そのケツカッチンっていう言葉以外は。いやー本当にね、そうか、まあこれは似合わない、似合うというよりもなんか勉強になってしまったかなっていう感じなんですけれどもね。はい、このコーナーではあなたの考えた私小川のり子には絶対似合わないセリフを募集しています。映画やテレビ番組、ドラマ、CM などの中のセリフ、またあなたの考えたオリジナルの役柄やセリフも大歓迎です。こんなセリフは私には絶対似合わないというものを具体的に書いて送ってきてください。宛先は郵便番号 100-87、日本放送小川のり子だって15歳、のり子のこれは似合わないの係までです。あなたのユニークな作品をお待ちしています。それではお約束通り3月8日に発売される私の新曲を聴いていただきたいと思います。ひとひらです。
して15歳。のりこ、トップアイドルプロジェクト発信。小泉京子さんだなんて、ミハを言ってる場合じゃないんですけれどもね、なぜ、何故にこのコーナーが始まったのかと言いますとですね、実は1枚のハガキが、発端となったわけなんですけれどもね、そのちょっと大げさなんですけれども、その運命のハガキをですね、チートおハガキを紹介してみたいと思います。横浜市の、田村圭一さん16歳の方からいただいたんですけれどもね、のりこちゃん、僕はちょっと不満があります。のりこちゃんは今でも十分にアイドルですが、やはりベスト10番組なんかの常連になるような、もっともっとビッグなアイドルになってほしいのです。そこで僕のお願いと提案なんですが、この番組でのりこちゃんが日本一、いや世界一のトップアイドルになるためのプロジェクトを組んでみてはいかがでしょうか。ぜひよろしくお願いします、というこういったハガキが届いたわけなんですけどもね。というわけで、不肖小川のりこめがトップアイドルと言われるためにはどのようにしたらいいのか、そういうのをですね、今週からあらゆる角度から、トップアイドルの大研究を行ってみたいと思うんですね。そして、実行もしてみたいと思います。そこで第1回目の本日は、スタッフの方が西から東からかき集めたですね、先輩、つまりトップアイドルの方たちの資料をもとに研究してみたいと思います。で、何をチェックするのかと言いますと、アイドルはまずルックスというスタッフの方々の単純な考えで、ずばり体型を今日はちょっと研究してみたいと思います。トップアイドル9人の身長、体重、3サイズの平均値を出して、小川のりこはですね、どの部分を削ってどの部分を補えばいいのかを考えてみたいと思います。ということで、現在日本の女性トップアイドル9人の方をいろいろ研究させていただきました。まずは松田聖子さん、中森明菜さん、小泉京子さん、そして日本放送小川のり子だって15歳のあと9時30分以降に番組をなさっている渡辺満里奈さん、渡辺美奈代さん、中山美穂さん、浅香唯さん、工藤静香さん、南野陽子さんの身長、体重、3サイズの平均をスタッフが出したということなんですけれどもね、私にはそのまだ平均値というか、それは知らされていないので、そこで私がその平均値を予想したいと思うんですよね。で、その予想値、その答えは、ここの前に封筒がいくつか並んでるんですけどもね、その中に資料が、答えが、平均値が入ってるってことなんですけどもね、その中身を私が当てるというわけなんですね。まずはですね、バストからバストから行きたいと思います。ちょっと私はちょっとバストに自信なんですけれどもねそうですね、じゃあ予想、どのくらいだろうな、そうだな、82ぐらいですかね、82とします。はい、では答えを見てみたいと思いますが、平均 79.3。 あ、なかなかいい線いってますね。ちなみに私は78なんですけれども、その平均値からマイナス 1.3 センチ足りてないっていう、情けないですね、なんだか本当に。でも渡辺満里奈さんと、あと中山美穂さん、浅香唯さん、松田聖子さんは78ですよ、一緒ですよ。あ、小泉今日子さんが一番で82。そうですね、お会いした時こう羨ましいななんて思いましたけれどもね。いや、そうですか。でも皆さん78っていう方結構多いですからね、なんかちょっと安心しましたけれどもね平均は 1.3 足りないですけれども、近い。それから80という予想もですね、近かったということで、いや、これはまずまずいいんじゃないかなという気がしますけどね。ほんでは次はウエストの方に行ってみたいと思います。私のウエストはですね自信があるんですよ、数字が大きいということに今多分60近く、59ぐらいかなっていう感じなんですけど、正確に最近測ったことないんでね、わからないんですけどもね。皆さんはどうですかね。じゃあ57が平均という気がしますが、どうですかね。じゃあこれもまた答えを見てみたいと思います。あら、まあ私優秀ですよ、平均 57.2 です。あー、なかなか的を得てますね、私なんていや、これはなんか寂しいですよね、平均よりプラス 1.8 バストとかが 1.8 プラス 1.8 とかだったら嬉しいんですけれどもね。私は今59ですね。そうか、
実際はでももうちょっとあるかもしれないですよ、64とかなんて。まあそれまではないかもしれないですけどもね。でも58っていうことが結構多いですよね。あら、わ、浅香唯さんが53しかないんですか。ああ細いですね、羨ましいななんて思っちゃいますけど。そうですね、でもこの9人の方の中で私が一番トップで、あのサイズがありますけどもね。まあいいんです、まだ中学3年ですんでまあ何年か後には分からないですよ、53っていう日もあるかもしれないですからね。はあ、じゃあですね、ここでヒップのサイズを今度はいきたいと思うんですけどもね。ではそうですね、80ぐらいですかね、平均80ぐらいかなと思います。では封筒の中身を、どうだろうな、あ、これはちょっと外れましたね、平均 84.2。 あーもうやだな本当に。ヒップはですね、私平均値よりマイナス 6.2 小さい、78しかないんですよ私。そうですか。中森明菜さんが私より10センチも多くて88もありますね。わーすごいですね、うらやましいですけれどもね。他の方は70代っていう方はいないですね、やっぱりあの80代がほとんどですけれども。いやでも最近は増えてるかもしれないですよ、もしかしたら88ぐらいあるかもしれないですしね、なんてないというふうになんか周りで声が飛ぶかって言いますが。そうですか、結構やっぱり私幼児体型ですね、こういうふうなのから見てみると。なんだかねでも本当にこの平均のサイズに近づけばアイドルになれるんですか、本当にね、信じていいのかなっていう感じですけれどもね。本当にそういうね、トップのそういう人目指すね、なるためには他、体型の他にももっと大切なことがあるような気もしないでもないんですけれどもね。いやでも信じることも大切かもしれないんでね、まあ、今日のこの資料も大いに参考にして、まあ、頑張りたいと思いますけれどもね。まあでも、いや何年後かにも本当ね、ワンレンボディコンかもしれないですしね。まあでも、まあ目指して頑張りたいと思います。来週こそはですね、もう少しですね、役に立つ少し真面目なプロジェクトをしてみたいということなんですけどね。そこで、あなたものりこのトップアイドルプロジェクトに参加していただきたいと思います。トップアイドルになるための条件、トップアイドルになるための食べ物、仕草、生活態度、だからトップアイドルになるためにはこういうことしなきゃいけないとか、こういうものを食べなきゃいけないとか、そういうおはがき、それからまた、今夜のようにですね、資料を元にした大研究などおはがきたくさんお待ちしています。宛先は郵便番号 100-87 日本放送小川のりこだって15歳のりこトップアイドルプロジェクトの係までです。それではここで1曲聴いてください。永井真理子さんでステップステップステップ。小川のりこだって15歳、そろそろお別れの時間になってしまいました。今夜はのりこトップアイドルプロジェクトというコーナーがスタートしまして、またまた楽しみが増えたわけなんですけれどもね。でも本当に今夜みたいなものでそういうトップアイドルになれるんでしょうかね。まあ皆さんの意見の方がですね、きっと参考になる、ためになるのもたくさんあると思うんで、ぜひぜひハガキというかそういう意見たくさん送っていただきたいと思います。よろしくお願いします。私も一生懸命そういう条件とか考えてみたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、まあ、節分も終わりましたね。まあ、つまり、季節の分かれ目も過ぎてですね、まあ、新しい気持ちで頑張らなきゃいけないななんて思ってるんですけれどもね。私も今週は本当にもう入試も本当近くなってきてですね、クラスの中では、まあ、もう入試の筆記試験も終わってしまったという子もいるんでね、負けずに私も頑張りたいなと思いますので、あなたもですね、それぞれ目標に向かって頑張ってください。たびに少しずつ変わっていく私、またあなたとこの時間に。